こんにちは、ペコマです。こんにちは、チッペです。今日はスーパーカグモという超かっこいいクラックを登ってきた様子をお伝えしますので、ぜひご覧ください、はい、でこのスーパーカグモっていうルートは、まあ、チッペがねここ数年課題として取り組んできたルートということですね。はい、そうです。で今年こそはそれをレッドポイントするぞということで、ちょっと計画を練ってトライしてきたということですけれども、まあ、スーパーカグモっていうのはどういうルートかっていうと、まあ、海溝馬ヶ岳っていう有名なね 3000m ぐらいの山があるんですけれども、その中にでっかい岩場があるんですよ。何百メートルっていう。でそれを登っていくルートなんだけど、その中のね最後の方に70メートルの綺麗なクラックがあるんですよね。で、まあ、それがね結構難しいわけですよ。そうですね。グレードで言うとどのくらいですかね。つなげて登ると 11D と言われてます。 11D っていうグレードは、まあ、中級者向け上級者向けぐらいな感じなので、僕たちがねそのルートだけを一生懸命やれば、まあ、登れないことはないかなっていうグレードなんだけど、やっぱね山の中にそれがあるっていうのが非常に困難なわけですよね、うん、通えないですからね、うん、3000m ぐらいだから、まあ、アプローチするだけでね1日かかっちゃうし、うん、あの泊まる道具とかねギアとかも大量のギアがあるので、そういうのを全部持ち上げて、そして山っていうのは天気が悪い、うんうん、なのでやっぱりね濡れてるってことも多いし、山の中でなのでね草もいっぱい生えちゃうし、トライする人もそんなに多くないからね、やっぱり地上にあるのとはちょっと様子が違いますよね。そうですね、うん、だからまあグレードの割にはね相当難しく感じるんだけど、まあ、チッペはここ最近、ね、数年それに取り組んできているというので、今回はそれに僕はビレーヤーとして、行ってきましたので、チッペはレッドポイントできるかどうかというところをやってきましたので、どうぞご覧ください。こんにちは、チッペです。明日から海溝馬ヶ岳に入山するので準備をしていこうと思います。毎年行ってるねスーパー赤グモに今年もリベンジしに行きますんで、今回はペコマと行きますが、明日から1泊2日でまず入山します。はい、では装備を教えてください。まずはギアから行きましょうか。はい、ギアは0.3 から1番までを3セットと、スーパークラックの2ピッチ目がハンドサイズが延々続くので、2番が4個、3番が2個で、スポーツタイプのヌンチャクが5本と、アルパインヌンチャク60センチスリングで作ったヌンチャクが8、それから120センチスリングが4、あとは、こういう缶付きとか、個人装備ですね。じゃあギアは、まあ、主に大体3セットから4セットぐらいって感じですかね。そうですね。あとロープは70メートルです。70メートルシングル1本。はい。バックアップ用にこの細引きですかね。うん、そうですね。これ65メーターの細引きなんですけど、1本懸垂して引っ張る用に一応これを持っていきます。まあ、背帯用かな。はい。はい、シューズはちなみに何を持っていきますか？シューズはこれです。刀レースのレディースですね。めちゃめちゃいい靴です。超信頼してます。今回もこれを着ます。ちなみに僕も刀レースのつもりです。マルチでちょっと靴脱ぎたいときに、これがあると靴落としにくくて便利です。では次。生活道具的にはどんな感じになりますか？まあ夜は1桁とか下手したら氷点下になるかもしれないんで、まあ、それなりにあったかそうなダウン、私はもうちょっとコンプレッションに入れちゃったんですけど、モンベルの2番で薬をしていきます。0度ぐらい対応みたいなやつ、それと防寒具とかあったかいアンダーとかを一つにしてこうギュッとコンプレッションしてます。はい、僕はシュラフはこれのつもり、まあ夏用のシュラフで、あとはまあパタゴニアの、上着とかを持って行って、まあこれで寝てみようかなって思ってます。まあちょっと寒いかもしれないけど、まあ一泊なんでね我慢すればいいかなと思います。これがマットなのかな。マットはね、これとね、あとしっかり寝たいから、パッキングの状況次第だけど、このヘアマットも持っていくかも。ちょっとかさばって重いんだけど。
じゃあマット2枚重ねということですね。うん、かな。それとあの念のためあれですね、どっかにあると思う、セルトも一応持っていきます。はい、はい、カキとかは、あ、カキはジェットボイル、ここにあるのはジェットボイルじゃないんですけど、この MSN のリアクターってやつを持ってって、ガス管は満タン2つをとりあえず持っていけばいいかな。で、ご飯はそのお湯入れれば食べられるやつを持っていくつもりです。まあこの辺ですかね。一泊なんで夜朝って感じですね。夜朝、まあアルファ米かもしんないし、こういうのかもしんないし、ちょっとザックの容量を考えながら入れます。あとはなんかスープ類とかね、お茶とか持っていくつもりです。はい、なんかファーストエイド的なものとかってありますか？あ、ファーストエイドはこれから準備するんですけど、絆創膏類がメインかなと思います。まあ、今回プライベートの登山なんでね、そんなに人のために何かってわけではないですね。ちゃんと持ってかないかな。ちょっと軽量化しちゃうかもしれないですね、そこは。はい。と、これはテーピング類かな。テーピング類もね、ちょっと多めに持っていくのと、あとこれね、あの、ぬめり手の私用に液晶をちっちゃいチューブに入れます。アルパインの液晶を持っていくという。あとはこの大きい水容器4リットルかな、これ共同装備用で、あと個人のナルゲンボトル持っていって、これはまあ空で行って七条小屋で購入しようかなと思ってます。そうですね、今回8号の岩屋に泊まるので、七条小屋で水をもらって、それを8号まであげるという感じですね。持っていくのはそんなもんですかね。そうですね、あとは当然ハーネスとかチョークとか、うん、まああとそうだな、捨て縄とか捨てびなを持っていくかもって感じですかね。はい、はい、じゃあ明日から入山ということで頑張っていきましょう。おはようございます、ちっぺです。これから入山します。現在5時5分です。いきます。歩き始めて30分ほど経ちました。朝日が昇り始めました。歩き始めて1時間ぐらいが経ちましたが、もう疲れちゃったんだけど、なんとね、ここね、黒トーネの1号目らしいですね。ここが1号目だと思うと、絶望的です。なんてこった。さあ、じゃあこの子に見守られながら休憩かな。笹の平来ましたけど、ここは2号目ではないのか。まあよくわかんないですけど、看板がすべて新しくなってますね。去年はまだ花の木でした。まあまだね、1号目から30分しか歩いてないから、まあ2号目には早いけど、これはね、どうやって計算しても10個に割れないよね。まあそんなもんだということで行ってみましょう。2合目ですね。僕はいつも偽笹平って呼んでるところです。なんかね、雰囲気1時間に1合ずつっていう雰囲気なのかな。まあ1合目はね、だいたい多分1時間半ぐらいかかっちゃうけど、でそうするとここから5合目まで3時間って計算になるんだけど、さすがにここから3時間はかかんないはずなので、まあやっぱりだんだん詰まってくるって感じかな。まあそんなもんでしょうということで、ちょっと休憩して進んでいきたいと思います。やっと3号に着きました。刃渡りのすぐ手前ですね。もう気分としては七条小屋までのうちの3分の2ぐらい来てるっていう気分ですけどね。はい、前半唯一の景色がいい場所ですね。
川辺りに来ました。ああ今日はいい天気ですね。でももう10月なんだけどね、やっぱまだ太陽は暑いですね。まだちょっとね夏山っていう雰囲気が漂ってます。おお、天空のビーチ日向山が見えますね。その奥は八ヶ岳、ちょっと気にかかれちゃってるけど、鳳凰三山の奥に富士山、いいですね。4合目鳥天で休憩です。あとは黒戸山のトラバースで5合目、そっからね7の方は結構近いですからね。5合目に来ました。頂上直下はね結構紅葉してて綺麗そうですね。まあ今日はね8号だからちょっと色づき始めてる根元ぐらいかなまで行く感じですね。6号どこかなと思ったらこんなところにありましたね。七条小屋の手前の吊り橋を渡った後なんで、七条小屋までもうあと10分もしないんですけど、こういう宗教的なものがあれなんじゃない？まあね、だからまあなんか理由があるんだろうけど、まあいずれにしろこれはもう何合目という10分の1メモリーとは全く違うものとして捉える必要がありますね。でもね、なんか捉え方によっては倒差数列的になってる気もするんで、まあそういうつもりで味わえばそれはそれで味わい深いかもしれないですね。はい、七条小屋に到着しました。ここで、水を100円払って水を汲んで、もうちょっと先の8畳の8号岩小屋まで行きます。間もなく8号目です。森林限界を超えるとねバーッと開けて気持ちいいですね。今日は八ヶ岳もいい景色、登ってる人も八ヶ岳気持ちいいでしょう。向こうの方、のこぎり山、さらに奥に山見えてますね。なんだろう、どこの山かちょっと分かんないですね。我が裏山茅ヶ岳もあの山の中に埋もれてますが見えています。じゃあもうちょっとなんで頑張りましょう。8号まで来ました。ああ下界は雲になっちゃったな。さて岩小屋はもうちょっと登山道を外れたところにあります。ああ頂上はもう目と鼻の先だね。いや岩場が綺麗です。はい、今日のお宿に着きました。先客はいませんでした。今日はちょっと上からスーパークラックを探ってみようと思います。岩小屋の内部はこんな感じです。快適快適。でもなんかガスってきちゃったな。こんな感じです。赤雲の終了点まで来て、そこからちょっと歩いておりました。でここがクライミングの最終ピッチ終了点です。ここからねもうクライムダウンちょっとできないので懸垂で降りていきます。降りるのは1ピッチだけかな。いやそんなことはないと思うね。結構あるんじゃないかな。スーパークラックの終了点にフィックスしました。
こからスーパークラックに降りて行きながらワークをしていきます。すごい景色だ。あんな下まで降りていきました。あ、やんなくていいよ。うん、そうだね。あ、まあじゃあ下もやろっかな。でももうここら辺だけでもいいから。分かってきましたか？長すぎる。やっぱり長すぎる。精神力が、メンタルポイントが持ってかれる。まあこれでやっと半分だもんな。まあでも上はね、ちょっとあと5メートル行けばもう半度で、そっから先はもう天台って感じですね。まあ、最後は点どころか 5.8 とかなのかぐらいな感じ。簡単だからって登ってるとあまりにもずっと2番サイズすぎて全くなってくる。まあ確かにランナーとはやばいことになりそう。ランナーがないと本当に全くなってくるから4個も。ここだね。こっからが、こっからそこまでが確信だと。うん、はい、今日の作業が終了しました。お疲れ様でした。ということで勝負は明日ですな。明日頑張ろう。ロープとかハーネスとかここに置いてっていいよね。はい、ということで今からお家に帰ります。夜も更けてまいりました。夜景が見えます。あっちは甲府方面ですね。風がちょっと出てきて寒くなってきたけど、まあ大丈夫でしょう。おはようございます。素晴らしい朝焼けです。街は雲海の下ですね。さて、今から朝ごはんを食べてアプローチしていきます。カップヌードルに見えて中は味噌汁です。朝焼けが綺麗だ。綺麗、秋の色だ。朝日が昇ってきました。とても綺麗です。雲海の下から太陽が昇ってくる感じがいいですね。朝のアプローチを開始しました。懸垂で一気に60メートル下まで降りていきます。さあ今日は気持ちがいい朝です。中間部でテンションしてしまいました。雨が降ってきてしまったので、方法の手で逃げ帰ってきてます。お疲れ様でした。岩小屋に戻ってきました。雨予報ではあったんですけど、やっぱり雨に降られちゃいました。
風も強くなってきましたね。あとは登山道を降りるだけなのでゆっくり降りていきたいと思います。帰宅した翌日です。山は雨だったので大乾かし大会になっちゃいますね。ただ家に広い土間があるんで大乾かし大会も楽ちんですね。はい、いかがだったでしょうか。ということでね、今回は2日間かける2っていう計画で行ったんですよ。そうですね。なんだけど、はい、後半の2日はもう天気が悪いことが明らかになったので、前半の2日だけのトライになっちゃったわけですよね。そうですね。初日は入山して、まあ、登る時間数時間かな、で2日目も12時から雨が降ることが分かってたので、数時間ですね、まあ、っていう短い時間しかトライできない、まあ、そもそもね2日間でトライするようなとこじゃないんですよね。そうですね。去年は他の人と行ったんですけど、2週にわたって2泊3日でトライできるようにゆったりと計画を組んで、しかもそのどっちの日程も天気が良かったんで、まあ良かったんですけど、今回はちょっとじっくり取り組む時間は正直なかったんですね。それでかといってその行っていきなり登れる強さがあるかっていうとそれもなかったので、ダメでした。ということで、まあ、今回は結果としては、まあ、レッドポイントならずという結果になってしまったんだけど、はい、まあ、いろいろいい点は多分あって、今回初めて上からアプローチしたんだよね。マルチピッチの中の途中のルートなので、まあ、普通にマルチピッチあるなら下から登っていくわけなんだけれども、そのスーパークラックっていうかっこいいクラックだけやるんだったら上からの方が近いんですよ。そうですね、6、7ピッチ目かな、で8ピッチ目を登って、まあ、最後歩きで終わりみたいなので、そう、まあ、上からっていうのは私は発想なくて、ペコマに言われてなるほどって思ったけど、まあ、それってありなのかなともちょっと思っちゃったけど、でも今回みたいな時間のない日程だとありでしたね。いやいや、もちろん、じゃないとスーパークラックにたどり着けなかった。だから別に赤雲ルートを登るっていう話ではなくて、スーパークラックを登るっていう、そうですね、あとはその発想で行けば全然レッドポイントできてないのはその難しいところだけなので、いや全然ありだと思いますよ。で、まあ、上からのアプローチそんなに難しくはないけれども、トイスもやっぱり結構いろいろトラブルがありましたね。まあそうだね、やっぱ初めてのその山の、山で降りていって取り付くっていうのはやっぱりいろいろ難しいので、結局ね、トラブルがあって 1,2 時間ロスはしてましたよね。だから、だから今回良かった点っていうのは上からのアプローチの方法が明確になったっていうのが、まあ一つ大きな収穫かな。まあ、次行くときは全然スムーズに行けるはずなので、あとはその初日ですね。初日はその入山に時間かかるから登る時間はほとんどないんですけど、でも上から行ったことによってルート自体には行けたんですよね。そしたらものすごいパリパリだったんですよ。去年これは永遠に濡れてるセクションなのかなって思ったような場所も含めてパリパリだったので、ちゃんと状態を狙えばいい時ってあるんだなっていうことも分かりました。初日の感じだとね、あ、これは登れそうかなっていう雰囲気ではあったんだけどね、今も結果論だけど、初日にいきなりレッドポイントトライを1便でもいいから出しておくべきだったかもって思うぐらいものすごく状態良かった、まあ、初日はフィックスしてぶら下がった状態でワークしたので、実際のトライはしてないってこと、まあ、そうですね、そんな時間もあるとは思えなかったし、まあ、ロープを抜いちゃうとね、結局登るそれをピッチをこなすだけで2人合わせるともう2時間とかかかっちゃうんで、そうですね、やっぱロープ抜くのはね、それなりのそれだけでリスクがあるっていう環境の場所なんで、結局ね、初日もワークして最後登って帰る途中でも暗くなっちゃったもんね。まあそうだね、まあ、ヘッテンクライミングでも別にいいんですけど、まあ、まあ全然想定内だけど、まあ翌日もあるしっていうことでね、ただ翌日はまあ、その懸垂がうまくいかないっていうトラブルやってる間にどんどん湿気上がってきて、もうトライ始めた時には全然前日と違う状態でした岩は。そうだね、 70m 全部を1回で降りてロープ引こうと思ったら、やっぱね、立地の
何か、か、角、リップの角で引っかかっちゃってね、やっぱり引けないんですよね。うん、一本懸垂で細引きで引こうと思って。で、そう、スタティックで引いても引けなかったんで。ただ、それはちょっと私はそんな予感がしてました。うん、でも、まあ、やってみようよっていうことだったから、やってみたらやっぱりダメで。だから、工夫してリップより外に垂らすとか、うん、どっか別の木とかを使うとか、なんかね、考えないと、一発で降りらんないんですよね、うん。そうですね。ただ、今回やっぱり思ったけど、あの、スーパークラック2ピッチ分は70はないね。うん、そうだね、うん、全然70メートルロープでかなり余裕があったんで、うん、なんか60でも足りるんじゃないって言ってる人もいたんですよ去年、うんうん、足りるのかもしれない、まあ、ギリギリ、うんうん、そんな感じのルートで、来年は登れそうですか？来年はもっと綿密に計画組んじゃおうかな、うん。まあそうなんだよね、計画というか、うん、まあ、計画の一部なんだけど、要はトレーニングなんだよ、うん、あのね、そう、難しいところのもう一つが、山のルートだからね、おたおたしてると雪が降っちゃうんですよ。だから岩登りのシーズンの初めぐらいなんですよね、いい時が。まあそうなんだよね、そう、トレーニングして調子上がってきたぜってトライっていう感じじゃなくて初めなんだよね、うん、今年も9月で暑くてジメジメしてる中、まあトレーニングなんとかやってで切ったけど、というかね、暑すぎるんだよね、うん、なんか9月になっても全然夏っぽい感じで、うん、あんま登り込むって雰囲気にはならなくて、そうですね、その今回の入山した海駒でも夜になっても別にそんな寒くないし、全然寒くないし、だからもっとさ、もしかしたら11月とかでも登れるのかな、うん、なんて言ってると平気で雪降るんで、うん、11月とか、そう、だからちょっと難しいけど、うん、もう一周遅らせるのもありだと思う。まあね、一周遅らせるとかは全然ありだし、まあ何にせよそれまでのトレーニングが重要な話で、要はさ、強い人はさ、あれをオンサイトする人だって普通にいるし、なんならフリーソーする人だっているし、あの去年はね、あの友達のクライマーもレッドポイントしてるし、要は強ければ登れるわけですよ、うん、で決して極端に難しくはないし、うん、極端な強さが必要なわけじゃなくて、うん、僕たちのレベルでもちゃんとそれに向けてトレーニング積めば絶対登れるレベルのものなので、あのそのシーズンが短いからとかいう話ではなくて、ちゃんと年間を通してそれに向けたトレーニングをしていけば、まあ、間違いなく登れるルートなので、うん、まあ、そういうトライの仕方が必要なんじゃないかなと思うけどね。だからまあ両面あるよね、その手軽には登れない、だからなんか片手間に今年もちょっとやってみようとかじゃ多分登れないけれども、今年は絶対登ると決めてちゃんとそこに向けて積み上げていけば登れるっていうものかなって、うん、で今回のトライでは言うと、まあ別にちゃんとトレーニングしてるわけでもないし、まあまあそんなもんかなっていうぐらいな気はしたけど、まあね、でもこれでも頑張ってスケジューリングしたんですけどね。まあね、直前はクラック行ったけど、それでも 4,5 回ぐらいしか行けてないもんね、うん、そうなんですよ、なんかいろいろね、うん、だから天気も悪いし、もっと本気出してクライミングばっかりやってればまたちょっとは違ったかもしれないけど、わかんないですねそこはね、うんうん、まあまあ一回考え直してどういうことができるのかなっていうアプローチをきちんと明確にしてトライしたらいいかなと思っていて、うん、で僕も今回は登るっていう気持ちでは行ってないけれども、まあ、僕も一緒にワークとしたんだけど、まあ、登れそうだなっていう感じはあったので、来年はねちょっとレッドポイント目指して行ってもいいかなっていう気はしてますね、うん、まあ、何にせよ ね遠いからね、やるなら一発で終わらせたいんだよね。あのそう、通うのが大変だから、通うようなもんじゃないので、足りてる自分にしてからサクッと登るっていうのが一番理想的なんですけど、そのクラックに自分を合わせていくと結構うまくいかないので、うん、そうだって十分な強さに達してから行きたいっていう感覚かな、うん、ここの 上の強さで、ね、そうじゃないとね、難しいんですよ、うん、まあ、何回も、ね、そうは言ってもだよ、多分、ね、そんなこと前から分かってるんだけどな、5、6回トライすれば登れると思うんだけどね、うん、そんなにトライできないんで、そうっていう感じですね。まあ何にせよ弱いという話で、うん、でも何でしょうね、なんか私あんまりフリーのルートを同じルートばっかり何回も何年もトライするとかあんま好きじゃないんですけど、スーパーカグモに関してはまた行きたいですね、うん、だって別にそれは全然トライ回数的にはさ、うん、3回とか4回とかそういうレベルなわけだからさ、うん、
全然そのフリーのさ100回トライとかとはもう全く違う話だから。まあね、今回改めてね、黒トーネ長すぎだなって思いました。そう、黒トーネ長すぎ、特に下山。いや下山ね、いや今年その今日今回の下山は、うん、まあもうあの岩場にいる時点で雨降り出しちゃったから、あのスーパークラックの上部ピッチを登リードしてる途中でも雨降ってきたって感じだったんで、なんか上のスラブはもうエイドで登ったから、ね、うん、なのでまあ、 あの雨の中下山することは分かってはいたんだけど、まさかあそこまでの土砂降りに遭うとは思ってなくて、普通にザーザー降りで、あのね、今までの登山史上でも1位2位を争う土砂降りだったので、まあまあ普通山入んないよねっていう雨だったら、ちょっとね嫌になっちゃった。で、黒トネが長すぎて歩けど歩けどつかないし、ヘッデンってさ、雨の中とか霧の中のヘッデンって足元も見えないんだよね。あ、そう、今回の雨は本当に土砂降りだったんで、もうあの雨のカーテンになってるから、あのヘッドライトの光が散乱しちゃって、このぐらいしか視界がないもんだから、初めて黒トンネで迷ったよね。道外して。あれ、こう張ってるから。でさ、もし本当に道外したら、多分結構本当にビバークとかになっちゃうからさ、うん、あの、踏み跡、まあ黒トンネしっかり踏まれてるから、慎重に行けば、まず絶対わかるんだけど。でもよく見ないとわかんないぐらい視界がなかったですね。うん、ね、うん。あんななるんだなって思いました。まあ慣れてる黒トンネだったからよかったけど、あれ初めての山とかだったらさ、うん、結構緊張したかもしれないよね。そうだね。で、もう、上半身しかレインウェア着てなかったから、下半身は滴ってくる水で完全水没したし、うん、車の中で靴下脱いだらなぜかヒルが出てましたよ。黒トンにヒルがいる。ヒルいるんですね。あ、でもね、その点で言うとね、今回僕はね、ファイントラックさんで買ったあの服をいろいろ着てたんだけど、雨でもね、まあ、もちろん濡れるよ、あの外がもちろん全部バー濡れてるけど、体はね非常に快適だったよ。全然不快はなかった、うん、僕に関して、うん、だから上半身は大丈夫でした、私も、うん、なんか下半身も、僕はレインウェア下半身僕も着てなかったけど、うん、あの全然あの下半身のドライレイヤーとか着てたんだけど、まあ別に全然。ペコマのズボンはさ無事だったよね。うん、あれ要はね新品なんですよ。新品のズボン履いてて、そもそもそのレインウェアじゃないけど、そのズボンにも撥水機能が多分あって、うん、だからその本当に濡れちゃってはいない、あの弾いてくれてて、うん、いやいや、まあそうだと思う、あの、うん、私はそうじゃなくて、上に着てるレインウェアとザックから滴る水でズボンが後ろから濡れてきたの。うん、あ、そうなんだ。それで最終的に完全に水に浸かったような状態になっちゃったの。うん、濡れ方が違ったと思う。ペコマは私が後ろから歩いてて見てても、うん、うわ濡れてきたって思ってペコマのズボン見ても濡れてなかったので、うん、なんかうまくいってたんじゃないかな。上からの水で濡れたわけじゃないんですよ。あ、そうなんだ。まあよくわかんないけど、とにかく、うん、まあ雨の黒トゲさは辛いですよと。辛すぎましたね。まあ年に1回でいいわ。まだつかないの。軽い荷物だったら別にそこまで辛くはないんだけどね。まあ20キロ近いかな、20キロ超えてはいないと思うんだけど、20キロ近いから、で、あの雨の中休憩したくないからずっと歩いてると、やっぱりザック下ろさないとね、ちょっと痛くなってきたりしてね。うん、まあそれも含めて山のクライミングだから、うん、だからまあそれが嫌だったらそのゲレンデだけでクライミングしてもっていう話になるんでそれは面白くないな。まあ、それも含めてのスーパーカグモのハードルの高さであり、レッドポイントを目指したい一つのなんていうのか理由みたいな部分でもあるかもしれないよね。そうですね。やっぱり山屋じゃないとなかなかトライできないっていう、フリークライマーだと、まあ別にもちろんやってやれないことはないんだけどさ、やっぱり山屋が取り組むような課題っていう感じはするね。うん、あの去年よりもやっぱり体力はあの子供産む前に戻りつつあるなって今回思いました。うん、去年はちょっとびっくりしちゃったんだけど、自分でも、うん、あの8合目まで行くまでですごい消耗しちゃって、あの釣ったことないのに足も釣りそうになっててこんなんで赤グモなんかトライできるのかなっていうのを友達に言い出せないままどうにかこうにか頑張ってついていった感じだったんですけど、まあさすがに今年は別に全然楽でしたね。ということで、来年も行きます。はい、行きましょう。行きましょう。まあ楽しいよね。うん、うん、楽しいです。まあそのね、長いアプローチとかも全部含めて、うん、スーパーカグモとか、まあスーパークラックということで、はい、うん、いいと思いますよ。はい、ということで今日は、
はい、今晩のスーパーカグモ、スーパークラックのトライの様子をお伝えしてきました。まあ、今後もね、こういうアルパインクライミングとかやるときには、こうやって動画配信しようかなと思いますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、高評価もお願いします。ということで、今日はここまでにします。じゃあねー。